そうめん、こんな店あったか、わんこそうめん。ちょっと行ってみようか。どうも。いらっしゃいませ。あの、わんこそうめんってあのどういうことですか。あ、わんこそばってご存知ですか。はい、知ってますけど。うち普段はわんこそばのお店なんですが、夏の間だけわんこそうめんをやっております。あ、そう、はい、粋だね。そうめん大好きなんで。そ、じゃあわんこそうめんもらおうかな。あ、わかりました。はい、初めてだわんこそうめん。わんこそうめん1名様入ります。誰かいいの。私一人です。この時期そうめんだよね。ねえ、いいですよね、夏ですから。なるほど、ほうほうほう、はい、ほうほうほう、なるほど。で、これ薬味があって、なるほどね。はい、入れてください。これがお前の薬味だよっていうことでね。はい、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 じゃあお願いします。それでは始めます。はい、お願いします。はいよ。はい、うん、はいよ。うまいね。うん、はいよ。おいしいね。うん、はいよ。うん、うん、はいよ。うまいよ、本当にね。うん、よかったです。うん、うん、はいよ。うん、うん、はいよ、うん、はいよ。薬味がちょっとね、切れちゃうとね。たっぷり入れてくださいね。うん、はい、はい。これいつからやってんだ、これ。これですか。最近始めたんですよ、はいよ。うん、でもすごい評判でね、これがまた。はいよ、うん、はいよ、はいよ、いいですね、お客さん。うん、お調子ですよ。うん、はいよ。そうめん大好きだからね、あれ。うん、はいよ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 、いいですね。はいよ、食ったね。そうですね。うん。はいよ。もうこれ、もうこ、もうこれでいいわ。もうこれで十分だ。うん。はいよ。もうこれで十分だ。もうごさんね。うん。はいよ。聞いてる？はい。もうこれで十分。もうこれで十分。ごさんだからね。十分ですか？うん。うん、はいよ。もうこれで十分なの。十分、もう十分、十分、ごちそうさまなの。はい、分かった。あの、十分ではなくて、あの、うん、終了するときは、うん、蓋を閉めないとそこで終わりにならないんですよ。あ、そういうルール。あ、蓋を閉めて初めておしまいってこと。はい、それがルールなんで。言ってくれよ。そうかそう。うん、しました。いや、はいよ。ちょっと悪いけど、はい、離れてくる。離れて、離れて、離れて。どうしました。何か。何かじゃねえよ。もう離れて、もう十分なんだよ。離れて。うん、舐めてんのか、この野郎。いや、そんなものです。そういう手使うのか。もう、入って、奥入って。奥入ってるよ。え、笑ってんじゃねえよ、お前。もういいっつってんだよ、十分なんだよ。え、もういらないか。はい、もう十分なんだよ。
苦しいんだよこっちは。もう出てくんなよ。ああ、たくもう、ああ苦しい苦しい。何枚食ったんだこれ。えよっ。どうしました？もう十分、ほんと十分だから。そうですか。うん。もうそこにいいからな。はい。はい、終了です。ありがとうございます。おっさんおっさん、十分食ったわ。ああ、いくらだい？1000円です。1000円？はい。あれで1000円？はい、サービス期間中ですね。お、安いね。はい、1000円。はい、ありがとうございます。はい、ということで、サービス期間中ですので、はい。